どうもこまるでですキー太郎ですじゃあ今日はみーアイが TGC で初パフォーマンスしたのでそちらの話をしていきますい,いよいよさそのデビューに向けてのあれこれがさいろいろ解禁されてさもじゃけしゃとかさいろんなものが出てきてる中 TGC で初パフォーマンスっていうことで、まあ、リーパイとエンミーの2曲披露してくれたわけだけどなんかちょっとさ動画的にはさ土曜日。 土曜にややったやつ、うん、今さらやってる、うん、今さらってなったんだけど <laughs> <laughs> ちょっと土曜忙しかったからね <laughs> うちはそうそう,そう <laughs> <laughs> なんかのオリコンさんでさなんかステージ裏に直撃インタビューとかあったりして、うん、なんかちょっとだけさその新しいメンバーのさ様子とか見れたりしてなんかそういうのも合わさって見れたからすごい良かったじゃんいやそうだねなんかステージ裏に直撃してくれていろんなインタビュー思いみたいなのも聞けたもんね でなんか個人的にはそのエンミー披露したじゃんんでなんかさあのー、何で選ばれたかみたいななんかてかメンバーが選んだ私たちがセレクトしたみたいなこと言ってたからあじゃあメンバーが決めたんかなみたいな、うん、なんかみんなが好きだったや,やりたかった曲でもあったしとかも言ってたからさね多分その初めてのパフォーマンスあのお客さんの前で披露するパフォーマンスで何の曲がいいかってなった時にやっぱ私たちらしさってなったらまあ「エンミー」ってことだったんかね。 うん、でも確かにそのランちゃんも言ってたんだけどなんかやっぱ改めてすごく華やかで綺麗な楽曲とか言ってて確かになんかすごいさ k p o p らしい感じのグループっていうよりかはもうその日本っぽい楽曲日本っぽい日本の良さがなんか出てるような感じの楽曲だしなんか見合いらしいともやっぱ思ったしすごいいいなあ合っとるなあってめっちゃ思ってなんかセレクトマジで、うん。 ね、いろんなな楽曲ある中でこれだっっったためちちゃゃく良かと思ってさ確かにね本当に「ま i p h i e もそうだけどさ「EnMe」も確かに明るくてそのなんかみんなが元気になれるっていうかもう初めて見る方も多分多いと思うから TGC ってファンの方以外にもねいろんな界隈の人たちがいるから「うん、ミーアイトはこんなグループですみたいなさなんかちょっと名刺代わりじゃないけど最初にお届けするのはこれですみたいなこんな私たちですみたいなのがすごい分かりやすいよね。ねしかもさやっぱり まああれはコンセプト評価だったから全員やってたわけじゃないじゃん人数もそんな多くなかったしだから初めてさこのパフォーマンスする子とかもいたわけじゃんなんかそれもすごい良かったよね新しいバージョンでさなんか、うん、でしかもリン,リン姫とかはさやっぱり残念ながらさ違うとこ行っちゃったからそのそ,うだなそ,それもあるからこそやっぱこのバージョン全員のバージョンでリンリン姫が最初にさもう歌いらしいというかその最初の動きのところがら You a のとことかそうじゃん そうなんあそこめっちゃ取り当たったもんりんりんと思って <laughs> リンリンやばいじゃなくて <laughs> あそうそうそう,そうやばい,やばいほんの本当の声でとったらさ本当だったらやばいりんりんやばい <laughs> みたいなりんりんやばいとは言わないりどんじゃばやばいじゃな確かに確かに細かい, <laughs> 細かい <laughs> もう忘れとったから俺ゆめき先生のモノマネ俺がね俺自身がちょっと離れてつたつったから <laughs> 思い出したから だからさ、11人だからどうしてもさ、パート、まあ、もともとさ、例えば、ちょっと長いパートあった人とかが分割されたりして、そういうあれの視点で言ったら、ちょっとさ、分かるよ。私もさ、ゆがりん時すごい思ったから分かるよ、その気持ち。<laughs> うるさ。<laughs> まだプエ君の時の話とか、ペッカリックさんでね、でもどうせは嘘でしょ、嘘く不足がデビューしてから、パート減らされたんだよね。<laughs> <laughs> そうそう、まあ、当たり前じゃんね。やっぱ、すごい多かったからね。うん。そうね。 まあそういうのもちょっとあると思うけどもここれはこれはでやっっぱいいいよねっていうねてうん、でもなんかさみんなよくなかったパフォーマンスそれにすごいやっぱさすがだなって思ったじゃう、うん、なんかレベルやっぱ高いよねみんなね。高い。いやなんかそのリープハイで言ったらさそのダンプラーを見せてもらえてたけどこれやっぱ衣装着て11人でみたいなさやっぱこの。 プロだなみたいなこのやっぱ衣装も超可愛くて似合うしそれでパフォーマンスするみんなが本当にかっこよくてうん、うん、そう本当パフォーマンス力すっごいよねうんわかるすごいねあとやっぱランさんがランちゃんが出てきた真ん中のダンスブレイクのとこやばいよね <laughs> 引き締まるみたいな <laughs> タ,ンタ,ンタンタンっつってねいやわかるタンタ,タンタンタンタ,タン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 タっタ うー、うー、みたいな。<laughs> そう。あ、さっか。<laughs> いいよね。あとさ、あの、ココナちゃんがさ、金髪なのさ、知っとったけど、やっぱ動くココナちゃん見たらさ、めちゃくちゃギャルみっていうかさ、なんか、あの、アメリカのさ、なんか、スターみたいな雰囲気あってすごい良くないわ<あ> <laughs> かる <laughs> ハイスクールガールみたいな。<laughs> なんか分からんけどなるダセー。え、チアリーディング部やろ、絶対。<laughs> <う>だから、いわゆる一軍的なね。エ <laughs> チアリーディ言えばだから。そう,そ,うそう。<laughs> そう いやなんかそう俺も思った静止画だと可愛いけどやっぱその黒髪のココナちゃんがちょっと忘れられん部分もあったんでどうしても。でも出たうんやっぱギャル好き聞いたのと <laughs> したら動くコ,コナさん見てやばってなった本当にやばいってやばいね、うん、華やかだねそうなんか意外とさこういう路線の子いないもんねうんうん そうだねしずくさんもさ金髪ではあるけどなんかちょっとお人形さん風っていうかさ、まあ、ちょっとまた違う金髪の感じだもんねうん、うん、そのお人形さんのタイプが違うよねわかるわかるどっちもお人形さんなんだけどちょっとバービーみたいなそのココ,ココナさんココナバービーココナバービーでくさんはやっぱでもリカちゃんでもリカちゃんの中でももっとお嬢様っぽいんだよなねあフランス人形的な うん、でフランスニューを買ったことないから全然イメージ使うか。うん、いかなわ。か <laughs> い <laughs> ね。なんかそういえばさ、あの、くさんのメイクされた方かななんかあの、K-POP スターのソンミさんっていう方がいて、その方のメイクしてる方が多分くさんのメイクしたのかな、ね、見た流れてきたよね。ああ、流れてきたって、うちらさ、うちらほらお勧すすめされる投稿絶対一緒やねんか、うちら。一緒だ。タイムライン一緒だよね、うちらなんかね。<laughs> タイムライン一緒だから見とる見とる俺も見た、それ流れてきた。 そうなんか可愛い赤ちゃん猫みたいな赤ちゃん猫みたいななんか書かれてるやつとかってあすごいもうさスターそのスターをメイクされてる方にしてもらっててそういう方にも可愛い赤ちゃん猫みたいな。 ね、赤ちゃん猫って言われるなんて、うん、わかいいねみたいな,なんかさそういうさなんか駆け上がってくその感じがよくないそのさかる携わるスタッフさんが一流になってく感じやばいよね。いいめっちゃいいいや本当に、うん、そうそうもともと一流なんだけどなんかなんかねこのスターをメイクした人とか一生いいじゃん <laughs> そういうの一生見たいじゃんうん、うん、そういいねやっぱ 研ぎ澄まされてってもう、えーうん、遠い存在になってしまう。わかる。てかさしずくさんめっちゃ可愛いよねマジで<や> <laughs> 本当にね。あとさやっぱエミといえばさバラスアイのさもう鈴みたいなところがいいじゃん鈴、うん、ザッツズミだよみたいな私が鈴だよみたいな曲じゃん。<laughs> いやそうだねまあそこのもうねもう頭ど頭からだもんね。じゃもういいねやっぱさ。 すごくないないんかさその歌もうまいしやっぱ映った時のキラキラ加減やばくない彼女の、うん、ステージでほんとパッとね太陽のように輝くから、うんうん、すごい目を引くねすごい見ててやっぱいいよねと思ってなんか 彼女がおるからなんかさ、エンミーの軸があるみたいな、曲としての軸があるみたいな感じがあって、みんなもちろんうまいし、<ー>そうそうそう、でも、うん、やっぱオリジナルメンバーとしてのなんか軸がある感じがすごい好きな好きだわ。ああ、わかるわかる。そうだね。なんかちょっと本当に、都みさんいるといないとではちょっと違うね、曲になっちゃうんじゃないかって思うぐらいのやっぱ強さがあるよねうんうん、うん。うん。なんからしさみたいなのが彼女からやっぱなんか多く。うん なんかオーラとして出てるみたいなみいっていうかみーあいらしさからもうもはや結構み合あいらしいとこはないなんかわかるうん、うん、なんかみんなが象徴ではあるけど本当と都さんもほん象徴的な感じする本当とみあいのあとさ個人的にはやっぱりあやねさんがさどういう感じの歌なんだろうみたいなやっぱトキシックの方だったからえみいどういうやつなんだろうみたいななんか 大きな中で巻き起こしてみたいなところをさあのさあやねさんの感じでさ歌声聞こえた時にさ「ふー」ってなって「ふー」ってなったよね。うんいやそうなやっぱなんかあやねさんらしさが出とるよね。ねえーえー、てかやっぱボーカル <laughs> 強い最高ボーカル強いがやっぱいっちゃいい気がする最近。うんわかる楽曲の幅もねすごい広がるっていうかいろんなカラー出せるしね。 そうだね結局やっぱさその人の声がわなんか誰が歌ってるか分かるのが一番大切な気がしてきて最近いろんなさ、うん、アーティストのやつ聞くけどうん分かる分かる、うん、声って本当顔だよね、うん、だからさ最初さやっぱりこういうさプデュ系って言ったらさダンスやっぱ強い人とかそういうのもいいなと思ったけど、まあ、みんな今回レベル高かったけど中でもやっぱ歌のメンバーがさガンガン入ったのが本当に絶対長い目で見てめっちゃいいんだろうなって思うわ うん、確かにねっほんとここ最近ってさやっぱりなんかちょっとユニゾンみたいなあんまり個性出さないで一体感みたいな感じのね楽曲とかも多かった気がするんだけどあとさいやなんかさ稽古なんだけどなんか高く遠ざしていた心のとこでうん,、うん、なんかすっごいい議論みたいなめっちゃかっこいい稽古見せてくれて。 なんか表情とかもさ、一瞬でちょっと変わるみたいなさ、うん、ちょっと瞬間瞬間でさ表情がいくつかあるみたいな感じのやつでさ、すごいそうかったよねあそこね。いやそうなの。新しい表情見れたみたいな。ね、傾向やっぱうまいよね。えー、てかまだデビュー前なにすごいね、めっちゃ見せてくれるね、うん、いるのね。わかるわかる。なんか成長したねのはなんかレベルがちょっと高すぎるからさ、本当デビュー曲すごい良さそうじゃない。うん やっぱりめっちゃ優さそうだってさ本当日本と韓国めっちゃ行ったり来たりしないいつもさうん、うん、あのさウォーコリアさんがさ天そうそのあの <laughs> 妖精たちのそうあのタイ語かと思ったら実は韓国語みたいなハングルのさあのすごいよくわからん字のみたいなやつ <laughs> <laughs> そうだってこの T 字史終わってからも多分また屯感しとるんよねあそうなんすごいねうんいやそうなんそうなん そっか,だからなんかすごいほんと忙しいけどめちゃくちゃあれしてんなと思ってなんかもう,うん、うん、多分より研ぎ澄ましてよりパフォーマンスに力入れてんのかなとかね。そうだねあとさやっぱこの「エミーといえばこころちゃんのさセンターの曲だったからなんかまあパート問題でさっき言った通りさその、うんね、ちょっと少なくなったりとかあるけどなんかさ立ち位置的に。 センターステージ来た時にすごい真ん中に寄ってめっちゃ華やかな感じでさめっちゃセンターみたいな感じだったからよかったーと思ってすごいもうあ<ー> <laughs> そうそうそうああいうのも大切だから絶対ないとダメやから分かっとるよ分かるそ<う>心ちゃん笑顔なんだけどほんとなんか嬉しいみたいなとかあるねかでもわかるそれはそうだよいつも思ってるすねえいやほんとしいなんかやっぱデビューおめでとうってなんか改めてなるよねうんなる 以上のね今回は Mii イイが TGC に出演したのでそっちらの話をしてったんだけどいやほんと初パフォーマンス最高だったねねえだしあとインタビューとかも見れてよかったねいやそうだねその演を選んだ理由とかもねいろいろ聞けて嬉しかったねそうそうそうだから実際見た人さどんな感じだったんかねなんかうん Mii イイとして初めてだからさ結構リアだよねうんでも結構歓声聞こえたよねねえそう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  っってかもう母数多いからねミーあいはファンうんま、うん、だからさミーあいの次の活動が楽しみだよねそうだね